500人が選んだ2 0十4年秋ドラマランキングどうも、大島おきでございます。映画やドラマの話をしている YouTube チャンネルでございます。2 0十4年秋ドラマが始まりまして、最初に第1話が始まったものから数えますと、もう1ヶ月が経ちました。このチャンネルのルーティーンというのはですね、もう数年やってきているので確立してきていますけれども、まずですね、第1話が始まる、例えば秋ドラマで言うと、基本的には10月1日ぐらいから始まるということにしましょう。9月末から始まっているものもありますけれども、まず、

ですね、ワンクール立ってみて、え、集計をですね、え、スタッフの方に頼んで、え、集計したところですね、ちょうど501件来ておりました。合わせて501件です。X と YouTube 合わせて501件来ておりまして、え、もちろんですね、重複投票している方もいると思うんですけれども、え、それはそれでね、両方で書いてくれたという熱量だということにカウントしましてですね、それを全て合算した、え、ベスト15を発表したいというふうに思っております。え、どんどん行きましょうか。ま、第17位がですね、ベイビーワルキューレエブリデイだったりとか、第18 8位がこのチャンネルでもですね紹介しましたシュリンク精神科医弱いという中村智也さんの NHK ドラマこれねちょっとカウントがねえ難しいよというところでえこの辺がですね一桁票になっているんですけれども一応入っていましてえ15位ぐらいからですねだいたいこういろんなえ人たちの意見が合わさってのえ票になっているのかなという感じなので15位から紹介したいと思いますえ第15位はですね天狗の台所シーズン2でございますえこれはね僕ちょっと見れてなくてですねえしかしいろんなところでね熱量は聞きますえそしてコメント欄でもたまに きますので、えー、面白い面白いえー、ぜひ見た方がいいです大島さん好きだと思いますと、えー、いう方はですね天狗の台所シーズン2に関してのコメントをいただければと思います、えー、シーズン2とかはねちょくちょい見逃してしまうというところがありますのでいやいや見た方がいいよという場合には情報としてすいません教えていただきたいと思いますちょっと漏れてましたそして第14位はマイダイアリーでございますこれもねまあ僕はまだそんなに良さがまだわかんないかなっていう感じだったんですけれども週刊フジテレビ表で別のコメンテーターの方が1位にしていたりとかえー、もう好きな方をですね ただ、始まるのが結構遅かったので、そんなに出ていないんですけれども、この温度感を応援したいよと、令和の学園、学園、学園ドラマっていうかですね、ちょっと記憶が遡っているという設定なんですけれども、青春ものとしてですね、応援できるという、その人は一定数いるかなという感じです。 そして、第13位が、団地の2人でございます。これ、僕ね、言及してないと思うんですよね。というのも、さっきのシュリンクと同じで、始まるのがですね、かなり早かった NHK ドラマなんですよ。で、見てるんですけど、僕は、夏ドラマかなどっちかっていうと、スケジュール的にはっていう風に、えー、思っていまして、秋ドラマのランキングには入れてなかったんですけどね、えー、初速ランキングベスト10結構作るのむずいよ、みたいな、えー、ぼやきをしてしまったんですけど、なんならこれ入れちゃえばよかったな、という風に思っております。えー、小泉京子さん、キョンキョンとですね、小林さとみさんがですね、えー、2人の中 年女性を演じてていましてえ、これがね、一つ一つの日常のあるあるとかディテールみたいなものが、えー、僕は団地で生活したこととか、えー、ないんですけれども、なんかこのコミュニティの絶妙な、えー、距離の近さと遠さみたいな、えー、ことの現代っぷりっていう感じと、あとですね、この二人の、まあ、言ってしまえば、ま、おばちゃんという年齢になっているわけですけれども、なんかね、すごく悲壮感がない感じで元気にやっている感じ、えー、それでいて、ある種のリアリティ、 を反映している感じみたいなのが、えー、すごくポップに見ていられる本当にずっと見てたいなと思うテレビドラマでこれはね人気が出るとシーズン2、3と、えー、続いていってもいいんじゃないかなというですね、えー、テレビの視聴者層が高齢化してってるっていうことをですね、えー、反映しているそういう視聴者層どんと来いという感じで王道に作っているっていう感じ、えー、だから若者向けの青春ドラマを作るっていうのと,と同じ感じで中高年の人たちに向けて中高年の人たちの日常を描くっていうことをですね、えー、NHK が堂々とやっているっていうので、えー、それでいて僕みたいなまだ絶妙 重要な年齢の人にもですね楽しませる要素がいっぱいあるのでなんかねすげえ面白いですねこれは、えー、確かに面白いんですけど僕のチャンネルで僕はまだ言及していないのにこのランキングに入ってくるっていうのはですね、えー、結構これは人気なんじゃないかなというのを感じさせます そして第12位はザ・トラベル・ナースでございます。これシーズン2ですよね。で、シーズン1僕まあまあ見てたんですけど、シーズン2ちょっとね、えー、なかなか見られていないんですけれども、えー、根強い人気になってきてるのかなっていうのは感じますよね。えー、多分今季1回も僕はザ・トラベル・ナースについて言及してないんですけど、それでもランキングに入ってくるっていうのは、えー、やっぱりですね、相棒とかドクター X みたいなテレ朝のですね、えー、シリーズものどんどん作っていくよっていう感じのドラマになっていくのかな、もしかしたらっていう匂いも感じなくはないですね。 えー、岡田将生さん好きなので、ちょっと暇があったらチェックしたいなというふうには思っておりますけれども、なかなか若干僕の中で後回しになってしまいますので、これもね、えー、面白いよ見た方がいいよという方はコメントで教えてください。えー、そして第11話、これは僕も結構押していましたね。民を R でございます。えー、遠藤健一さん、そしてあのちゃん、そして国民全員と入れ替わってしまう総理大臣という話ですけれども、えー、これ根強いですよね。これ結構どんどん、この後も人気もしかしたら上がっていくのかなというのを期待したいですけれども、えー、国民全員と入れ替わってしまうという話がね、 レンドラとして成立するのかっていうのだけが懸念ですけれども結構一般のみんな楽しんでいるという空気も感じますそして第10位ここから票数を発表したいと思いますモンスター 33票でございます。いいですね。えー、これ、確か8月のランキングの方はですね、夏ドラマ、えー、ランキング、みんなのアンケートの方では、第10位は確か20票台だったので、えー、票数がですね、えー、1.25倍ですか、えー、400票から500票になったことによって、10位の票数も増えてるなっていう印象ですね。えー、これずっと続けていくとね、なんかデータになる感じもしますので、えー、皆さん引き続きご協力いただきたいと思います。私の X、Twitter の方をフォローしてない方いたら、えー、そのアンケートにも参加できるので、ぜひともよろしくお願いします。えー、モンスターね、僕はね、 トップのランキングの方には確か入れなかったと思うんですよね。初速ランキングの方には入れなかったと思います。なんならね、ムムムランキング、メンバーシップで発表している、クローズドな有料の方でやっている方にちょっと入れちゃって、それはちょっと、 個別のね、理由があるんですけれども、でも、その中でも僕は言い訳してて、これはね、ギリベストの方にも入れてもいいんだけどね、みたいな、えー、気持ちで、それによりに楽しく見ていますので、これが10位に入ってきてくれて、まあ何様なんだと、誰が言ってんだという気持ちかもしれないですけれども、あの、僕あの結構好きな作品ですので、えー、入ってくれて嬉しいなと思っております。シュリさんとジェシーの、えー、コンビですね。ジェシーだけなんで呼び捨てなのかよくわかんないですけど、シュリさんと、えー、ジェシーさんのコンビで、なかなかいい感じのバディボムだなっていうのと、あと脚本純粋に結構ミステリーとして面白いっていう とととこころががありますすすののででれれもねねグググ今後、えーまあ、面白さが持続すれば伸びていいくのかなという感じです、ねえー、そして、第9位が34票、無能の高です。これもね、僕多分どこでも言及してないと思うんですけれども、七尾さんが、えー、主演のですね、見た目は完璧で仕事できそうなルックなんだけれども、何の仕事もできないという、えー、女性社員が主人公のですね、えー、結構ね、まあ、突き抜けたギャグコメディっていう感じの作品ですけれども、今季のギャグもので言うと、民をワールと無能の高がかなり抜けてるかなという印 印象で、これもね正直どこかで言及したかったなと思っていましたので、えー、このアンケートランキングの方で入ってくれてまあこれ何様なんだわけですけれども嬉しいなというわけでございますあの面白いなと思いますしなんかね日常の生活とか会社組織の中であるこういういい加減さみたいな、えー、ものをですね極端に本当に誇張しまくって揶揄しているっていうところで、えー、とことんやり尽くしてるなっていうのが、えー、本当に面白くてずっとネタ切れにならなければ続きそうな感じもあるなっていうですね、えー、シーズン2とかも期待できるタイプのドラマだなという風うに思っ 持っておりますそして第8位は、嘘時レトリック36票でございます。えー、これ可愛らしいなっていう感じの月九の、えー、いい感じの、久しぶりの見やすい月九が来たねっていう感じで、えー、鈴鹿王子さんと松本穂のさんがやっている、えー、ま、昭和初期レトロみたいな感じのミステリーですね。一話完結型で、まあ、もちろんですね、富士テレビのレジェンドの方々が、え、撮影とか演出とかをやっていますっていうのも含めてですね、まあ、結構映像のルックがすごいっていうのと、一話完結で見やすいっていうところも、えー、あってですね、そんなにこう高いハードルの、えー、ドラマとしてのですね、まあ、 みたいなものを求めない、えー、で見るなら、えー、これはかなり見やすいかなというのでこの位置は納得でございます。そして第七位は全領域異常を解決して三十九票でございます、えー。藤原達也さんが主演でオカルトとか、えー、科学とかいろんなものをごゴタにしている一話完結型のミステリーなんだけれどもヒルコというですねラスボスみたいなものが匂っているという形のまあスペックとか継続とかまああとガリレオみたいな匂いもありトリックみたいな匂いもありっていう感じの、えー、往年のですね堤幸彦ドラマとか、えー、そのあたりが好きな人にはたま 止まらななななないいいかかととととうう感じでででももねこれ一般的なアンケートのの人気っ上思した、うんえー、僕のチャンネルのランキングだから、ミステリーって僕はあんまり、えー、ゴリゴリの考察ドラマに僕自身がベットするとき以外にはあんまり乗らないので、えー、だからちょっと低いのかなっていう印象もあるんですけれども、世の中でアンケートを取った場合にはもっと上な気がするかなという印象でございます。そして第6位、これ低いですね。えー、NHK ドラマ3000万です、えー。これ46票ですけれども、僕は激推ししてますし、 ドラマウォッチャーの中ではもう1位っていう人もいっぱい、えー、います他のチャンネルの、えー、ランキングを聞いていても1位って言ってる人もちょいちょいいらっしゃったりとか、えー、するのでこれはもっと上でもいいんですけれどもね単純に NHK ドラマを見る習慣が まだまだないっていう人が多いと思いますので、これね、前も言ったんですけど、12月30日とか1月3日とかに、え、NHK でね、一挙放送してほしいなっていうふうに思っていまして、うん、一気見に最適なドラマだと思いますので、え、NHK のドラマ、朝ドラとか大河以外もすごいんだぞっていうことをですね、え、さすがに僕はもう5年ぐらいずっと言い続けてますので、ぜひとも、え、この3000万という作品をきっかけにですね、え、チームライティングという脚本の作り方に、え、NHK が宣伝をつけるという意味でもめちゃくちゃえ成功 高齢になってほしい。数字の上でもね、視聴率とかそういう数字の上でも成功例になってほしいという、えー、作品です。でも賞とかを取りまくるのはもう確定だと思いますけどね。っていう感じの。えー、皆さんもね、見てない人いたら3000万ね、絶対見てほしいので、えー、もし U ーネクストに入っていたり、えー、したらですね、ポイントを全部、全部使ってですね、NHK 丸ごと見放題パックというのを毎月契約できるので、えー、NHK 是非とも契約していただきたいと思います。NHK から僕は1円ももらっていません。えー、そして第5位は、いいですね、納得。えー、46票から一気に上がりまして、62票。 放放課課後後カカルルテテででごござざいいいまますすすありがとうございます素晴らしいです松下平さんの放課後カルテ、えーま、学校ものと、えー、医療ものというのを組み合わせたという形で、元お医者さんの、えー、松下洸平さんがですね、保健室の先生になっている。そして、厳しすぎてコミュニケーション子供と下手すぎるっていう、厳しすぎる先生っていうのを、えー、やっていますけれどもね、えー、AED の装置を使う、えー、ところをですね、子供に遠隔で、えー、電話で指示するみたいなシーンとか、本当にもうハラハラドキドキで、えー、撮影から何からもう全部凝ってますけれども、これね、僕配信で 見てたのであんまり時間を気にしていなかったんですけれども9時台とかにやってるんですよねっていうのを聞いてこれはちょっと内容としてはね知りやすすぎてあんまり明るい時間には向かないのかもなーとかね思っ たんですよね僕配信でえチェックしてたので、23時代とかにやってるのかなって思ってたんですけれども、あ、21時代なんだみたいな、それはそれでチャレンジとして逆に応援できるなと思ったりなんかしましたけれども、えー、これが5位に入っていて非常に嬉しいですし、歴史に残るタイプのドラマだなというふうに思ってます。医療ドラマはやっぱ両作多いですね。えー、そして第4位は、私の宝物でございます。67位。うん。これはね、僕が YouTube のこのチャンネルで毎週感想とかをやるかどうかでもっとランキングが変わってくるんだろうなって思ってたんですけれども、それやってない のに4位ってこととととは、えー、単純にエンタメししていいろろんんんなな人が楽ででるんだろうなというとここすね、えー、でこの動画を撮っているタイミングでは第3話が放送された後なんですけれども、第3話もめちゃくちゃ面白かったですね。あ、こんな展開になるんだっていう、早い全部が早い、えー、田中圭さんのモラハラ夫を悪者にさせた後にいいもんにさせるっていう展開まで、可哀想もんにさせた後に第3話で早くもいいもんにさせてくるってなってくると、ふっかさんが悪いやつになっちゃうけど大丈夫ですかっていうところで、えー、10話、11話かけてやる話をですね、 3話でかなり先々までやっちゃってるっていうのが、えー、昼顔とあなたがしてくれなくてものスタッフ陣が、いや、もうやったことはもうやったことだからっていう感じで、まだやってない展開まで行きますよみたいな。うん、同じ話を2週3週とかをですね、ワンクールの中でやったりしたら面白いですけれども、えー、果たしてどうなるのかっていうのが、作品の中に入り込んで熱中している立場でも気になりますし、ドラマとしてどうやって作るのっていう、こう、俯瞰のメタ視点でも気になるという形で、えー、注目が、目が離せない作品でございます。そして第3位は、 このチャンネルの特色がちょっと出てるなと思います。すいません。3000万がね、NHK ドラマだから見られてないみたいな言い訳をさっきしてしまいましたけれども、えー、空渡る教室、同じく NHK ドラマでございます。71票です。えー、空渡る教室がアンケートを広く取った結果、3位に入るチャンネルっていうのはですね、いかに私のドラマ思考がですね、偏ってるかっていうことがですね、えー、よくわかるかなと思いますけれども、これはね、僕はもう激推し、えー、していきたいと思います。もう放送されてるんで言っていいと思いますけれども、えー、11月2日の朝に ですね、えー、放送されました。フジテレビ批業で、僕は第1位に挙げております。これはもう NHK が作るべきドラマだという話を、えー、させてもらっていますね。えー、NHK じゃないと逆にできないというか、NHK じゃないと、んなんでこれやってるんだろうっていう感じになっちゃいますけど、教育っていうのは自己責任論で語られすぎているんですけれども、いや、才能の、えー、それぞれの持っている勉強の得意、不得意、えー、環境とかですね、いろんなことが組み合わさった結果、えー、学力、偏差値、才能っていうのがですね、えー、全部自己責任の結果じゃんっていう風に語られているんだけれども、いや 勉強の仕方っていうのはこういう風に変えればこういう風になるよっていうことをですね、えー、理科の先生の久保田正孝さんがみんなが人生において抱えてる壁をちょっとだけ科学的に解決してくれるっていうですね、えー、進路指導ドラマでもありながら火星の夕焼けをみんなで見たいっていう科学部のメンバーがですね、えー、一人一人集まってくるスポーティーなチームものっていうところも、え、色としてあるっていう、もうこれ完璧じゃないですか。これマジ完璧のドラマだと思いますし、えー、舞は号泣する可能性があるというタイプの作品で、これは後世に残ること確定だし、なんか、 ガンガン取るんじゃないかなという、えー、代表的な NHK ドラマでございますそして第2位はねこれはもう個別に動画を撮っていく可能性が高いので説明不要ですけれども海に眠るダイヤモンド112票でございますえ これが1位じゃないのっていう、え、驚きですけれども、まあ、壮大さ、視聴率、え、視聴熱も含めてですね、え、これはもう完璧に、え、もう話題性という意味で言うと、今季を代表するドラマだろうというのは間違いないと思います。詳しい説明は、え、割愛しますけれども、多分ですね、前は感想動画、え、直後の感想動画を撮っていくことになると思います。そして、第1位。 海に眠るダイヤモンドを抑えるのっていうことですけれども、えー、これはね、僕は、えー、まあ、期待度ランキングの時も入れましたし、初速ランキングでも、えー、上位に上げましたけれども、個別の動画を出していないんですけれども、ライオンの隠れが145票でございます。すごくないですかすごいですね。えー、これはなかなか、えー、僕だけが好きなのかなってなんならですね、ちょっと失礼な話思っていたんですけど、みんな好きなんかいっていう、え、感想です、僕は個人的には。 え僕は、いや、俺は好きっすよ。俺は、柳ギ優弥さん主演だしえ、兄弟もの好きだし、 こういうミステリーとヒューマンドラマが合わさってるの好きだし、みたいなね、えー、感じ。最愛とかそういうですね、えー、金曜ドラマの、港エさんのものとか、港エさんのものを、え、ちょっとモチーフにしているとか、ちょっとずらした感じの作品の、ちょっと不快な感じのね、ダークミステリーっていうところの金曜ドラマから、ダークな要素とか、ダーティーな要素とか、えー、粘っこい要素みたいなもの、湿度みたいなものを、え、脱色した、脱臭した感じの作品になるとどうなるかっていうチャレンジだと思うんですけれども、え、そんな みんな好きなのっていう感じでございます第2位の海に眠るダイヤモンドにえ大きく差をつけてですね30票以上差をつけてライオンの隠れ家が145票で1位でございましたこれがですねドラマウォッチャーの総意ですよあらららら ライオン・の隠れ家どうですかえー、かなり面白いですけど、めちゃくちゃ面白いですけれども、えー、みんなが好きというのは正直意外でしたので、えー、ただね、まあ、考察動画みたいなものを撮るかどうかっていうのは結構迷いどころではありますし、まあ、需要はあるんですけれども、正直ね、そんなにクリフハンガー、クリフハンガーで作られてるドラマでもないので、えー、そんなにですね、再生数が回るかっていうのはちょっと怪しいなというところですけれども、えー、しかしですね、まあ感化できないなっていうぐらいのコメントが来たら、えー、やることになってしまうと思いますので、どうしても大島にライオン・の隠れ家の毎週動画を撮らせたいというか 方はえ、そんな感じです。え、僕のですね、今まで思っていることっていうのは、え、主にですね、初速ランキングっていう動画と、え、秋クールの初回、初速の方を見ただけのムムムランキングというですね、これメンバーシップの方になっちゃいます。すいません。ただ、え、7本ぐらいのドラマに言及していますので、結構内容は、え、お値打ち物かな、お値段以上かなというふうに思っておりますので、その2つの動画を概要欄に貼っておきますので、気になる方は見ていただきたいと思います。え、皆さんのドラマ感想、え、第3話以降、第4話以降、え、2ヶ月目に突入して、11月の段階 でこうじゃないですか？っていう感想もですね。コメント欄でお待ちしておりますのでコメント欄アクティブに使ってください。以上、おしまい早起きでした。引き続き秋ドラマなんやかんや豊作じゃないかな？みたいなことをですね。初速ランキングの時に言っちゃったんですけれども、結局こういう風に豊作になっていくんだなということを反省しております。以上、おしまい早起きでした。ありがとうございました。